皆さん、こんにちは、ガラフティンです。こんにちは、モックです。いや、最近画像生成にハマっていて、なかなか動画投稿できていなかったんですよね。おじさんは PC オタクだからこういうの好きだよね。はい、今までラデオンの RX6600 だとダイレクト ML 版の SD しか動作できなかったのですが、久々に更新情報を調べてみたら、GLUDA というものを使うとダイレクトに Windows 上で GPU で生成できるという情報を見つけまして。 GLUDA 聞いたことないっすね。2月ぐらいから YOLTUB でも海外の方が使っている動画を見かけ始めてましたが、日本で紹介している人がいないのでビビって手を出していなかったんだよね。ふむふむ、ちょっと調べてみたけど、GULDA を使うと CUDA を他の GPU でも使えるようにするみたいだね。つまり NVIDIA の GeForce 以外でも CUDA を使ったアプリを動かせるということ。おじさんもそこまで詳しくないからネットを見漁った感じですが、だいたいそんな感じです。ダイレクト ML 版は DRECTX を介して GPU 使ってるみたいで、動作がいまいち遅かった、多数メモリ利用が厳しい状態でした。そこで当初は Linux 環境にしてネイティブに GPU で処理させようと Ubuntu をインストして、そこに SD を入れるやり方を漁っていたのですが、そこで GLUDA 版を発見したんですね。 RX6600 はメモリも 8GB しかないので、ダイレクト ML 版での SDXL 動作は無理だった。そもそも SD1.5 モデルでも800が失敗する。そこでグラボを買うか環境を変えてみるか試行錯誤していました。この画像がその成果なんだね。 SDXL で1024が生成できているね。そうなんだよ、 SDXL だと指定が難しいポーズとかアイテムが出やすくなるので、これからは使える画像が前より早く出せるようになると思います。LORA も使えるようになったので、さらに思った通りの画像生成がはかどりますね。小さいサイズなら動画生成もできるかもしれないので、作成した画像をもとに動画で解説もできるかもしれないね。導入に際しての注意点はありますか？まず AMD が出している ROCM は Windows 版がなく、 HIP-SDK という形をとっているようです。そしてちょっと古い RX6600 は非対応でした。そのためネット徘徊し、 OPTIMISED、ROCMLIBS、GFX1032.7Z をライブラリに追加したら動くことが分かりました。あとは GLUDA は公開停止になってるようで、入手先を探し GLUDA 版を GIT してもうまく動作しない、逆に遅いなど様々な問題に直面しましたが、最終的に有志の方が作成している GLUDA 版自動インストールツールで使えるようになりました。なお、それまで2ヶ月ほど試行錯誤したので、どうやったのが正解だったのか振り返ると分かりません。笑いなので同じこと一から説明できないのでご了承ください。試してみたい方はネットで頑張って探してみてください。おじさんは素直にRTX4060Ti を買った方が幸せだったと思います。 PC 環境によって同じことしても動くとは限らないしね。 RTX3060 の 12GB が3万ぐらいで中古で買えるし、将来性を考えれば 16GB ぐらいのグラボが欲しいですね。おじさんは収益化できてないし、超偏った趣味動画投稿なので7万もするグラボは買えないです。なんだ、ラデオン勢で興味のある方はぜひ GLUDA 版を環境構築して方法共有していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。励みになりますので高評価チャンネル登録お願いします。音声はボイスボックス四国メタンとボイスボックス青山流星でした。